今報告していただきましたけれども、まあ、報告の間にちょっと判決を僕も見せていただいたんですけれども、ですね、文面でこれでは秘密保護法を作る必要がなくて国家公務員法でもう十分に足りたのに、ではなんでこういった法律を作ってきたかということに関しても、疑問が出るような、内容の、それに答えることもないような判決ですし、実はですね、今回の、判決に関して開廷前の、法廷の写真を撮る、取材させろという請求を、原告の中で、何人か、一審の時もそうですけれども、今回も、申請したんですが、全て全部、これを認めないという形で、なっています。ところがこれを見ると、出版の報道の業務に従事する者の取材行為については、正当な業務として、制約、正当な行為として認めると、いうように書いてあるんですけれども、これを言いながら実際に取材許可もですね、具体的な雑誌名を、出してそこで、扱うという形で申請したにもかかわらず、これを不許可としています。つまり、出版の報道の、目的を有している行為に正当な行為に関してこれ一切、こういったことを認めないくせに判決の中ではこういったことを書いているという、まるでこう書いてあることは実際に行わないということを裁判所が、宣言しながらこういうことをまた書いてきているということで、僕らとしては なんだこれはという感じしかないんですけれども、今後、まあ、これを上告していくことに関してどういった方向でやるかということも含めまして、まず、この場にいる、原告のメンバーから一言ずつちょっと、意見を聞かせていただきたいと思います。はい、じゃあそれではこちらからいいですか。